はい、というわけで皆さんこんにちは、こんばんはかな、ということで山本さゆみです。仕事帰りの服装ですいません。そのわけで今日はなんとですね、夜ご飯を食べる動画にしたいと思います。あの桜井美沙というあの元アイドル仲間がですね、飯女という YouTube をやっているんですけれども、そちらを見ていたらちょっとやってみたいなということで、飯女のコラボっていうか、あのリスペクト投稿をしたいと思いますので、私の普段の夜ご飯の様子を見ていただけたらなと思います。そんなわけで、まあ、あのどこから説明しようかな。ですね、私仕事が平日、基本平日、まあ、土日もあったりするんですが、仕事で遅くなっちゃったりして、でそれのあと毎日今のところ配信してるんですけれども、なんとか時短してご飯を食べれる日があってもいいんじゃないかなと思って、あるものを定期で頼んでいるんですね。なのでその説明からしていきたいと思います。まずね、その今日夜ご飯食べようと思ってるのがこちらです。ウェルネスダイニングという会社から出ているですね、レンジでチンするタイプの、ご飯に、おかずですね、おかずになっております。はい、ウェルネスダイニングさんというところがですね、出しているのがお弁当タイプと、あと、もう料理、お野菜とか切ってあって、あと焼いたり煮たりするというタイプのものがあって、はい、その2種類があるんですけども、私はお弁当タイプでレンジでチンするだけでいいという、もうすぐに食べれちゃうものですね、を、定期で頼んでおります。これだとレンジで5分程度なんですけれども、これをですね、定期で契約、まあ、今してるんですが、1週間、2週間、3週間みたいな感じで1回で何食っていうふうに選べれるんですが、私は2週間に1回の配達で7個が届くようになっております。そうすると計算すると14日に7個届くっていう感じなので、2日に1回は2日に1回、1日1回食べるのでちょうどいいっていう感じになっているので、まあ、2日に1回はこの弁当を食べて、その時短をして、行こうかなっていう感じで食べております。まだ1ヶ月、2ヶ月ぐらいしかやってないんですけれども、これをね、やろうと思ったきっかけが、今私が選んでいるのはそのです、ね、まあ、健康応援気配りセットというものなんですが、まあ、いろんな種類のご飯が出るんですね。今回は揚げ出し豆腐の肉味噌がけというタイプにしたんですが、他にもチキン、カレー味のチキンだったりとか、もういろんなタイプのものがあるんですね。ただすごく私的にありがたいなと思ったのは、ですね、これだと今日のものだとエネルギー358カロリーというカロリー、500キロカロリー以下の、おかずになっているんですよね。それってすごくありがたいことで、あともう一つ私にとって大事なことがあって、塩分が 1.8g ということで 3g 未満になっているんですよね。そこが私にとってちょっとカロリーと塩分は今抑えたいなと思っているところで、もちろんダイエットもあるんですが、どれくらい前に先ね、半年以内かなにですね、人間ドック、脳ドックをしたんですけれども、脳動脈瘤に引っかかってしまいまして、そのね、血管と血管がこう分かれている、細い血管が分かれている間にですね、袋状のもの、血管に袋状のものができまして、それってもう一回できてしまうと治らないんですよね。なのでそこに血栓が入ってしまって、破裂しちゃうと脳梗塞だったり、脳の病気になっちゃったりするという、怖い病気なんですが、まだちっちゃくて、で、まだ先生的には若いのでまだ全然大丈夫だろうけれども、今後、塩分は抑えます。そして、睡眠はたっぷりとります。そして、ストレスをためない。これを守っていけば大きくなることもないと思うので気をつけてくださいと言われたんで、まあ、ちょっと2日に1回ぐらいでいいから、塩分控えめなものを食べていきたいな、そしてダイエットしたいなということで、調べたのが、ウェルネスダイビングという会社のお弁当になっております。もうめっちゃ時短でありがたいですね。仕事が終わって、帰ってきて、ご飯をすぐに炊きます。で、その炊いてる間にお風呂に入って、で出てきた頃に、ご飯ができているので、これを、レンジ5分ね、約5分チンしたらすぐに食べれるという感じなので、でそれを食べたらもうすぐに配信ができるという感じなので、助かります。ほんと2日に1回助かります。ほんとは毎日食べたいレベルなんですけれどもね、そうするとちょっとコストとかにもかかってくるのでね、2日に1回にしてるんですけれども、今日はそれを食べていく動画にしたいと思います。まあ大体7個で4000ベルギー4300円ぐらいですかね。まあそれは外でご飯食べに行ったりすることを考えると、すごくお求めやすい金額なのかなと思います。まあダイエットですよ。これが358カロリーでですね、今回これ定期で契約したので、契約時に、これがもらえる、お茶碗、ご飯茶碗なんですけれども、が2つもらえるんですよ。で、手に入れたんですが、形を見たら、わかりますかね。わかる通り、ご飯茶碗の形とはちょっと違いますよね。大体ここがこう、丸くこう、丸い感じのご飯茶碗が多いと思うんですけど、これは、ここをこうね、内側にこう、ギュッとすることによって、ご飯を入れても、普通盛りにしても、30% カットすることができるという、タイプのじゃあもう見た目ですよ。いっぱい入ってるように見せて食べるっていう、こう目の錯覚といいますか、それでカロリーを抑えるというお茶碗もねついていて、これで食べる感じになっております。はい、な感じでカロリーを抑えていきたいと思います。なので大体ご飯 30% カットした
だとすると大体175キロカロリーで、今回のベッド大体350カロリー前後なってるので500カロリー前後、これは600ぐらいなんですが、1日に、あまり運動しない女性が食べないといけないご飯の、あ、ご飯と1日のカロリー、総カロリーなんですが、農林水産の、言えてない、農林水産省が推奨している、量というのが大体1400から2000カロリー女性でね、食べてくださいということで、男性だと2200カロリー、プラマイ200ぐらいですね、が、推奨している健康的に長生きするために必要な栄養カロリーがこれぐらいだって言ってるんですが、まあ、ダイエットしたい人は、まあ、ちょっともうちょっと減らしたいということがあるんですけど、でもやっぱり1日最低1000カロリーは取らないと健康的には痩せれない、まあ、げっそりしちゃったり、あとは綺麗には痩せれないみたいな感じなんですけどね、なんかどうだ、ほこりみたいなどうだななんですけれども、そういう感じで、まあ、もともと私ね、ポテトが大好きでポテトチップスとか1日1袋を食べてるみたいな生活を送ってきたもんだからこその人間ドックに引っかかってるのもあるわけですからね、今はポテトチップスをあまり食べないっていうのをしてたりとか、お酒も週5とか週6で飲んでたのを今週1とか週2まで減らしているという感じで、だいぶカロリーが減っている、プラス加圧トレーニングをやっているので、筋肉がちょっとずつついてきてます。で、脂肪はまだちょっとあまりわからないんですけど、変わっているのかが、でもなんとなく引き締まってきたかなというのを感じているので、このままカロリーを抑えつつで運動しつつお酒もほどほどにって感じで、やっているので、まあなんとか痩せて、そして健康的になっていけるんではないかなと思います。そんなわけで今日はウェルネスダイニングさんのこのお弁当を食べていきたいと思います。なんてね、レンジでチンしてきてご飯も入れたので、見えないですこれぐらいちょっと多く見えるけど、お金そがれているから大丈夫です。と今日は揚げ出し豆腐の肉味噌がけですね、がメインのおかずですね。こんな感じ、こんな感じでもうレンジチンしたので熱々になっている状態です。その豆腐以外はキャベツとベーコン、卵の炒め物だったり、ほうれん草の、煮浸しみたいなものかな、あとちょっとシューマイみたいなのが入ってたり、あとブロッコリーだったりとかで、ね、バランスよくできております。こちらとワイン飲みすぎはいけないですからね、これで一応カロリー的に言うと100ミリにつき86カロリーで、タンパク質とか脂質はないんですね。こんな感じでワインは抗酸化作用があるので美容にとてもいいものです。これは一杯だけ、これだけ飲んじゃおうと思います。先にもですが、ちょっとジュースに感じちゃいますねそんなわけで食べていこうかなと思います。ではいただきます。よし、カロリーがね、358カロリー今回はあるみたいですけど、まず豆腐から食べよう。しっかり味はついているんだけども、でもこれで塩分をちゃんと抑えられてるっていうのがすごいですよね。最初これを頼もうと思ったのが、その最初にも言った通り健康に気をつけなきゃな、ダイエットしなきゃなってことだったんですけど、味が なんせ南国の人なので濃いめに作ってしまう癖があるので、それをなんとか抑えるためには塩分控えめの味を覚えなきゃと思って、ちょうどいいなと思ってこれをね食べるんですが、しっかりね味がついているように感じるんですよ。だから多分味付けに多分コツがあるんでしょうね、きっと。だからまあ食べつつ勉強していこうかなと思ってます。ナイトルーティンを撮りたいなと思っております。ナイトルーティン、モーニングルーティンとナイトルーティン、本当に YouTube を見る機会が多くて、ガレッジセールのゴリさんのモーニングルーティン、落ち武者なんですけどが面白くてせんべろ1000円でベロベロに酔えるっていうなんか言葉あるじゃないですか、の歌を歌ってるのとかすごい好きで、私それをさすがに歌えないですけど、素敵ななんかね、沖縄の素敵なホテルで大きな声でせんべろについて歌うっていうね、めっちゃ面白い動画だったんですけど、それを見て、私もモーニングルーティン撮ってみたいなと思ってやってみたいんですが、これもう ナイトルーティングじゃない、僕は、仕事から帰ってきて
てご飯を炊いて食べてみたいな、この後配信できますみたいなね、改めてそういうのもまたやってみたいと思います。また喋っちゃった。最高の旅挑戦してくれたら嬉しいなと思います。ミサの飯女が気になった方は詳細の方、文章の方で見ていただくと、そこにミサの YouTube のアカウントの方がありますので、そこから見ていただけたらと思います。そしてこの動画、楽しかったって思うかわからないんですけど、ご飯食ってるなと思った方はいいねを押してください。いいのかな。そしてチャンネル登録もしていただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いします。そんなわけで今日はここまでにしたいと思います。本当にご飯動画でしたが、楽しんでいただけたら嬉しいです。というわけで本当に最後までありがとうございました。またご飯食べたり、あとねお酒のねことも挑戦したいことがあるので、またやりたいと思います。ではバイバーイ。